そうは言っても一人一人違うんだよ。私とリバーが同じ障害だからって頭の中まで同じわけじゃないんだ。え、同じ障害なの？イサベルさんでもそんなにさ、なんか会話とかするのにさ、なんだろう、その難しい感じはしないよね。普通にみんなとお話ししてる感じするよな。でも何かアドバイスくらいできるでしょ。初めは問題なかった。でも今じゃますます僕に無関心になってるみたいで、同じ部屋にいる時でさえまるでそこにいないみたいに感じて、正直辛くなってきてる。この先やっていけるかどうか。私にリボーの気持ちはわかんないけど、この障害を持つ人の大半はちゃんと人とのつながりを求めてる。それをきちんと言葉にして伝えられるかは別の話だけどね。気持ちをうまく表現できないだけで何も感じてないわけじゃないんだよ。現にリバーはちゃんとそこにいるだろう。あの子はちゃんとあんたのことを大切に思ってる。そう信じてやるしかないんだよ。分かってはいるつもりだけど、毎日のこととなると正直辛いよ。難しいこと言ってるな。そうだね。優しいね。でもさ、イザベルは全然普通じゃないか。お前もリバーと同じ障害なんだろう。私は子供の頃に診断を受けたからね。訓練すれば社会規範に沿った行動を身につけることもできなくはないのさ。でもね、私は正直リバーのことがかわいそうでもあり、羨ましくもある。私は子供の頃からずっと本当の自分じゃない人間を演じ続けてるんだ。役者みたいなもんさ。日常生活の全てが演技だよ。一生舞台から降りられない。今じゃすっかり手慣れたもんさ。私にとっちゃそうやって演じ続けるしか生きる道がないからね。それも悲しい話だよな。普通でいるにはそうするしかない。でもリバーは、あの子は演技したことがない。どんなにのけものにされたって周りに溶け込む方法を身につけようとはしなかった。自分の意志だったのか、それ以外の道を知らなかったのか、強いからか弱いからかもわかんないけどさ。私もね、時々自分を偽り続けるのがほとほと嫌になることがあるんだよ。そんな時つくづく思い知るのさ。もうどうにもできないんだってね。みんなが知ってるイザベルは偽りの存在。本当の私を知ってる人はもう一人もいないのさ。まあ要はリバーが羨ましいってことなんだろうね。ニコラスだっけ、この隣に座ってる人は。ニコラスさんはそのイザベルさんの旦那さんじゃないのかな。なんかこういう話をさ、もし旦那さんだったら聞かされるの結構さきつくないかな。なんかこれから二人でさ、こう生活していく上でもさ、僕だったらちょっと考えちゃうかも。あ、これって本当にイザベルが言ってる言葉なのかなみたいな。まあニコラスは普通じゃないかなんてね、ちょっと言っちゃうぐらいだから、そんなに気にする人じゃないかもしれないけど。へえ、そういう女の人初めて見たな。じゃあまだ一度も見たことがないってことね。これは現実じゃないから。今回の仕事には関係ない話よ。先へ進みましょう。まあリバちゃんはいろいろここで思うことはあったとしても、芯が強いからきっとその仕事もうまくやっていけるんだろうね。あんまり感受性が高いとさ、この仕事向かなさそうだよね。い
いろいろ考えちゃってさ。みんなが人の顔をちゃんと覚えていたら、この世界はもっと素敵になるのに。そうだね。どうするんだ？新しい本？違う。じゃあ何を再読中？裸の王様。あ、リバーが読んでたんだ、裸の王様。小さい頃大好きだった。今でも好きなんだね。もちろん。でも好きな理由は変わった。僕が子供の頃に夢中だったのはアニモーフシリーズだな。知ってる、ジョンのお母さんが結婚祝いに一冊くれた。あ、そうだったね。随分とおかしな結婚祝いだったよな。きっと僕、子供の頃は相当好きだったんだろうな。どうしてもう読まないの？ん？アニモーフシリーズ、うちのガレージで埃をかぶってる。もう卒業したって感じかな。だってほら、児童書だし。児童書を読むことの何が悪いの？児童書は読むと安心する。そうなのかな。なんだろう。安心するか。まあこれは僕のさ、考えっていうか、まあそうなのかなって思うことなんだけど。やっぱそのさ、昔はさ、まあきっとご両親に守られてたりとかさ、まあきっと安心した家庭があったんだろうね。その昔診断を受けなくても、その障害って呼ばれてるものの診断を受けなくても、リバーさんはここまで生きてこれたわけだから。だからきっと大事にされて育ってきた人なんだろうね。だからその時の守られてた環境を思い出して安心したりするのかな。これ買う。違う意味でっていうのはどういうことだろうね。まあ昔は普通に好きなお話だったのかもしれないけど、そのお話の中に自分を重ねたりするようになったんだろうね。その裸の王様が自分なのかな。あ、なんか移動した。 I'm sorry、 ヒゲ総理、天の神様の言う通り。リバー見て、このダジャレなら笑える。リバー？なんかね、こういうさ、その日常的に共有する感情みたいなのを一緒にこう笑えなかったりするのって結構悲しいかもね。じゃあデビットのは？デビットのは？私デビットが一番好き。わからないな。何のお話です？アニモーフですよ。お読みになりました？話しかけるんだ、ニール。いえ。はい。嘘でしょ？嘘ではない。じゃあデビットは何に変身するか知ってる？わかった、おじさんが調べてきてあげるよ。優しいな。デビットは何に変身するか分かった？あ、移動した。まあ、二人の会話気になるよね。お家にあったけど、ここで買った本なのかな。トバイアスがタカ、レイチェルがクマ、ジェイクがトラ、マルコがゴリラ、デビットがコブラ、キャシーがオオカミ。どうして？あ、いや、ちょっと気になって。あ、こういう細かいことを覚えてられる人なんだね、リバーさんは。
ググればいいのに。この時代ググるあるの？そんなに、あ、そっか、でもな、技術的には結構さ、僕たちの今いる世界よりも、新しいことし、やってるから、実は、あれか、この世界って僕たちが、あ、これ、メメントか。僕たちの世界よりも、先の未来の話なのか。よいしょよいしょ。わかったよ、デビットか。そう、カメラだよ。昔の表紙の方がかっこよかったのにな。今の表紙は普通すぎてつまんない。また読み返してみるかな。どんな話だったかほとんど思い出せないよ。ああ、でもそうだよね。昔読んでた絵本とか。なんかさ、その両親とかからさ、これ昔読んでたんだよとか、これ好きだったんだよとか言ってもさ、覚えてなかったりするよね。なんで忘れちゃうのかな。さあ、いつものパズルのコーナー行くよ。これはね、僕今回失敗の感じするな。失敗の感じしますよ、これ。あ、でも、こうして、こうして。いや、何もわかってないな、これ。こうで。あ、いった。こうだ。なんかご利用しできたな、これ。ご利用しできたようになってるんだろうな、きっと。待って、アニモーフのメモゲットした。ちょ、一回も読みたい。読めないけど。よいしょ。え？アニモ、あった。ジョニーが大好きな、読めるんですけど。今回短いからちゃんと読めるじゃん。ジョニーが大好きな、まあ大好きだったかもしれないけど。よし、おじいちゃんはまだ森田大丈夫だね。全然安定してる。じゃあ次行ってみよう。ん？またもっと昔になった。もしかして結婚式かな。みんなもう帰っちゃうの。俺今来たとこなのに。あなたがパーティーに来るといつも来いよね。うるせえ、俺は気にしないぞ。ハートが強いからな。ずぶといって言うんだよね、多分そういうの。お話しできる人はいずこですか？まあそうだよね。お皿の中も空っぽっぽいしさ、なんかお開き感は出てるよね。これが触れる。古びたアニモーフの本だ。あー。ガラスの容器に入ったオリーブのピクルスだ。チーズは仕掛けてあるのに肝心のネズミくんがいないな。クライアント外人呼ばわり。あなた本当に失礼ね。エヴァこそネズミを外人呼ばわり。ネズミはみんなの人気者じゃないか。例えば、ミッキーって言いそう。言っちゃダメなんだ。それ以上はやめておきなさい。言わなかった。僕言っちゃった。まあこれあれだよね。きっとそのさ、ジョニーのご両親がプレゼントしたって言ってた本だ。きっとアニモーフ。アニマルモフモフ。二人はきっと東大のとこにいるような気がするけどな。どうだろう。いるね。じゃあまず、あ、話しかけられない。お？ドアか？なんか気持ちに変化はあった？婚約してさ、
婚約パーティーかこれ。別に。どうして？ジョニーは？僕は、うん、あったかな。何が変わったの？何がっていうわけじゃないけど、とにかく変わったと思う。責任っていうのかな。なんかさ、このリバーさんにさ寄り添って喋る感じがさ優しくていいね。責任。アニャ、この名前好き？この子の名前、アーニャは？ああ、うん、わかったよ。ここで灯台に名前がつくのか。そうだね、アーニャ、いい名前だと思う。そうだ、来て。あやめた方がいい。私きっとよろけて転ぶ。大丈夫、僕のステップを真似して。似てる。あいたたた、踏まれとるよ。足踏んだよ。ごめんなさい。大丈夫、もう一度ね。あー綺麗だね。あー結婚式だ。辞めるときも、健やかなるときも、その命ある限り、夫として、愛し、慈しみ、敬うことを誓いますか？誓います。神父は、彼を正式に夫とし、辞めるときも、健やかなるときも、その命ある限り、妻として、愛し、慈しみ、敬うことを誓いますか？はい、ここにあなた方二人を夫婦とします。今この瞬間からあなた方はワイルズ夫妻となりました。だよ。何にその反応は。何だと思ったの。本当に苦手なんだよな、目から液体が。泣いちゃうからダメなんだニール。いいとこあるじゃん。ニールの涙腺がそんなに繊細だとは知らなかった。あ、俺目って言った？口ぬめちげいでって。それと溢れてくるのは液体だけじゃなくて固体もね。どういうこと？汚い想像させないで。次のメモリーリンクを探しましょう。エヴァも人様の幸せホーラーにうんざりしてきた？そんなことないんじゃない？ いえ、人様が間違いを犯すところを見るのが嫌なだけ。そう思ってるのか。あ、一瞬一瞬が宝物じゃなかったの？まあでもさ、
こういう仕事をしている以上さ、きっとこう過去にさ、その戻ってこういう瞬間をたくさん見ているはずだよね、この二人は。で、まあその後どうなるかも一部始終を知ってるわけだから。で、まあそのね、まあエヴァちゃんがどういう人生を歩んでいるかは知らないけど、まあそれを踏まえて間違いだって言いたくなっちゃうのかな、わかんないけど。でもね、そのエヴァちゃんじゃないや、そのリバーさんがどんな障害を持ってるかまだね、明らかにはなってないけどさ。でもその普通の人みたいにさ、その結婚でさ、その相手を敬い慈しみ夫婦となることを誓いますかっていうさ、問いに対してはいってしっかり答えるってことはさ、やっぱりそのリバーさんなりにもさ、そのちゃんとね、彼女なりの覚悟がね、ないと言えないセリフだと思うけどな。余計に言えないセリフだと思うけどな。そうだわ、あなたのおばさんに挨拶してこなくちゃね。分かったよ、お母さん、来てくれてありがとうって伝えて。ええ、ジョイ、母さん本当に嬉しいわ。ジョイって呼ばれてるんだ。ジョイ？ああ、おじいちゃんの名前なんだ。僕が生まれる前に死んじゃったけどね、ママが僕を呼ぶ時のニックネームっていうのかな。初耳だぞ。だってニコラスにはジョンって呼んでほしいからさ。がー、こいつもエモいおじいちゃん子かよ。どういうこと？おじいちゃん子の何が悪いのよ。ニールだって自分のおじいさんの話をよくするじゃない。ああ、何のことだか。うん、まあいいわ。上位のメモを入手。お、ジョニーのニックネーム、もともとは、上位のおじいちゃんの名前から来ていますって書いてあるな、多分。きっとそう。なんで読めないかな。困ったな。